小山正治小山正治は、日本の政治家、新聞経営者。第33代衆議院議長。1941年君一等随法省受賞。没時制三位、君一等局実大受賞受賞。長野県作郡小室よら町に、キーと仲外人、小山陽右衛門の長男として生まれる。1895年、東京専門学校法律科を卒業後。 中国研究のため復権省アモイにわたり、貿易事情を中心に調査活動を行っていた。1900年、大阪朝日新聞により、戦時特別通信員を移植されたことを契機に、新聞会入りすることとなる。帰国後の1902年、大阪朝日に正式採用され、名古屋通信部に赴任する。1906年、小山の手腕を見込んだ。 中京新報社長さん、ダサ吉基地より同志を譲り受け、名古屋新聞と解題し新聞経営に乗り出す。不戦運動を支持し、講演会に女性解放運動家の平塚雷長を招くなどの進歩的な論調で、名古屋市内にて高読者層を広げ、軍部を基盤とする、声優会系のライバルし、新愛知と熾烈な販売競争を繰り広げた。 一方で1906年名古屋市議当選を機に政界にも進出し、1915年には名古屋市選挙区から最高点で衆議院議員に当選した。以後10回連続当選。1916年に県政会結成に参加。1925年には加藤公明内閣にて農林政務次官を務める。立憲民政党幹事長。 衆議院副議長を経て、1937年衆議院議長に就任する。1938年3月16日、社会大衆党の西尾末広は、国家総動員法の賛成演説の中で、スターリンのごとく大胆に進めと演説したところ、共産主義を推奨していると攻撃された。西尾はその場で、該当箇所を取り消すと発言するも、小山は受け入れず、 懲罰委員会に付し結局衆議院除名となった。この除名騒動には、第一次、このな内閣に対する社会大衆党の与党ぶりに対する声優、民政両党の反感が、定流にあったと言われている。1940年2月2日、民政党の斉藤隆は、品助編処理に関する質問演説において、絶望鋭く政府、軍部批判を行った。 3回後に、軍部の政府委員から演説に対して、非難の日の手が上がると、小山はすぐさま職権で、演説の後半部分、全体の3分の2を削除した。それでも攻撃が緩まないと見るや、民政党幹部と協議の上、西尾と同様に懲罰委員会をくるにし、最終的に除名処分となった。衆議院議長在席時に西尾と斎藤の除名決議の、 議事に携わることになったが、軍部の力が強かった時代はいえ、議会制民主主義の根幹をなす、言論の自由という命題について、小山がいかほどの見識と覚悟を持って、議長職に臨んでいたのか、肯定的、否定的ともに多くの見方がある。1942年、新聞統制で名古屋新聞と新愛知が合併し、中部日本新聞社が誕生すると、小山は、 新聞会の第一線から身を引く。戦後は日本新歩党に参加するも1946年に公職追放され、以後は引退生活に入る。1959年11月25日、脳出血のため83歳にて死亡。没後生3位。ありがとうございます。